ってね。ボコボコにされてるのか。ぶっ殺してやる。なんだ。よし、行くぞ。ほら。やんのか。おい、舐めんなよ。一仕事すか。
やるな今のうちだ。やってみろ。なめんなよ。ほら来いよ。とっておき。やるか。どうするかね。絶対負けない。ふん。やんのか。かかってこいよ。ぶっ飛ばしてやる。おい、行くぜ。やるか。ちょくらえ。やってみろ。俺の番だな。舐めないでくれ。どうした？とっておきだ。絶対負けない。ほら、やめんな。ほら、来いよ。舐めんなよ。やってみろ。見てろよ。応急手当だ。ありがとう。私の番だ。やってやるぞ。ほら来いよ。俺の番か。やんのか。なめんなよ。あ、黙ってた。やってみろ。してみろ。よし、行くぞ。ザコが。問題なしだ。おい、来た。しぶろな野郎。なめんなよ。よし。やんのか。してみろ。またいい女になっちゃった？任務完了。たまに来たぜ。負けねえぞ。よし、行くぞ。やってみろ。そうね、ほれ。なめんなよ。
かってこいよ。見せてやるよ。やんのか。よし。ほら来いよ。なあやってんだ。おい来た。やってみろ。早くやるか。俺の番か。強くなった気がするぜ。
いいな。腰が張るぜ。鍵がねえな。私の番ね。よし、
ったな。やる気あるの？かかってこいよ。うん、よし、ほら来いよ。俺の番ね。やんのか？やる気あるの？ぶっ飛ばしてやる。とっておき。やってみよう。舐めないでくれ。俺の番か。やる気あるの？私の番ね。じゃあかかってこいよ。よし、やってやるぞ。どうするか。100万目に入るぜ。シャンプーかと思ったらもうローションだったぜ。ふう、気持ちよかった。あれ、もう風呂上がってたのか。すまねえ。別に、男の裸なんて見慣れてるわ。まあそれもそうか。足立さんとナンバーはまだお風呂でしょ。それより今食材の仕入れ値を調べてたんだけど、今日半品貿易公使が仕入れた食材だけど、仕入れ値はどれも結構高価ね。普通に一級品の価格だわ。ってことは買ってるのは三級品じゃなくて一級品。食品偽装じゃないのか。ええ、多分現金一括払いだから多少は値引きされてるけど、買い付けに関して怪しいところがないのを見るとその線は薄いわね。マジか。でも問題は売り値なのよ。売り値？例えばこのフカヒレ 100g1 万円で仕入れてるの。あんたならそれをいくらでレストランに売る？儲けを足して2万とか。ところが半品貿易公使は1万円で売ってるみたいなの。え？1万で仕入れたものを1万で売るって？それじゃ何の儲けもねえじゃねえか。そういうこと。ボランティアでやってるとしか思えないわよ。そんな商売してたら経費ばっかかかってあっという間に会社が潰れちまうだろう。それがあの会社は潰れるどころか年々利益を上げてるのよね。どういうからくりになってるのかはまだわからない。今度の出勤の時には伝票だけじゃなくて帳簿を見れたらいいんだけどね。帳簿って？怪しいとすれば脱税とかかもね。調べる価値はあるわ。あんま無茶すんなよ。あそこの奴らは半品リューマンなんだ。へえ、
私のこと心配してんの？私なら全然大丈夫。心配だよ。当たり前だろ。当たり前？そうさ、俺たちは仲間なんだから。仲間なんだから当たり前か。なんか変か？正直言うとね、仲間なんて私今までそんなの持ったことなかったから。そういうのって映画とか漫画とかそういうのに出てくる綺麗事だって思ってたんだよね。少なくとも私には縁のないものっていうか。そんなわけねえ。実際俺らこうやって一緒にいるじゃねえか。そうよね。そうだよ。ドラクエだって仲間がいなきゃクリアできねえんだぜ。え？それってテレビゲームの？お？お。でも実際そうだろう。変な人。変で結構だよ。どうせ俺は。ありがとう、あんたたちの一番の仲間に入れてくれて。うん、どうした？なんか深刻な話か？うん、まさか。今からまだまだ大変だぞ。よし、今夜ケーキ漬けにここで一杯やろうぜ。でも打ち合わせがよ。店長の形見の大入りあるだろう。ダメだダメだ、俺は大切に取っとくんだ。ケチくせえこと言うな。店長だって天国からいいよって言ってくれてるって。勝手なことばっか言うなよ。それは俺が絶対に許さん。足立さんは酒のこととなると人が変わるんだよな。違法風俗反対！一人称から撤退せよ！ブリーチジャパン。なんだよこれ。ここは廃業したってのに今さら何の用だ。皆さんご覧ください、この不潔極まりない建物。そう、ソープランドです。我々の熱意あふれる活動の結果、つい先日この悪しき店は閉店へと至りました。おお、我々の勝利です。この街に救う大きなグレーゾーンの一角が崩れ落ちたのです。このまま手を緩めてはなりません。この一体すべてのグレーゾーンを浄化していきましょう。おお、この店は今夢中だ。あんたらにお構いする気にはなれねえんだがな。おや、まだいたんですか。我が町の外中の皆さん、お構いする気はねえっつったぜ。もうこちらの店は閉めたんでしょ。あなた方も早々に立ち退かれるべきではありませんか。そうだそうだそうだ。ほら聞こえだろ、消えろや寄生虫。せいぜい声上げるとこまでにしとけ。俺らに手出す気ならそれなりの覚悟がいるぜ。見ましたか皆さん、チンピラの本性がむき出しだ。未だに暴力で市民の声を封じることができると思い込んでいる。時代錯誤も甚だしい。今日はもう店じまいだ。とばっちりが来るぞ。くそ、肝心な時に清流会は何やってんだ。みかしめ取ってくだけで役に立ちゃしねえ。さっさと出ていけ。お前らみたいなのが社会を悪くしてんだ。社会の敵、犯罪者。さあ
もうこの町から出て行ってください。こちらの店長さんはよくわきまえられていたじゃないですか。自分の振りまく悪臭を止めるために自らの手であの世に旅立たれていった。なんだと？野々宮と言いましたっけ。常々見ているだけで気分が悪くなる人間でした。だからどうしても彼の死を悼む気持ちになれないんです。首を吊ったあの男の姿を思い浮かべると。大掃除を終えた時のような爽快感を味わえますね。何するんだ。消えな、クソ野郎。よせよ。ダメだぜ、サッちゃん。なんでよ。バカが。もう遅い。警察に通報してください。今のは立派な暴行事件だ。こんな奴にはビンタじゃ足りねえよ。え？クソ野郎、こんぐらいいるぞ。支部長がやられた。お前ら出番だぞ。なんだバットなんか持って野球でもすんのか。つまりそっちも最初からやる気だったってことじゃねえか。やっちまっていいっすよね、支部長。当然だ。先に手を出したのはこいつらの方だからな。行け同志たち。全ての汚れを漂白だ。ブリーチング。覚悟しろよ。あ、はいよ。よし、行くぞ。やめるなよ。やめんなよ。絶対負けない。来なよ。やってやるぞ。来い。やめるな。やめるなよ。やってみろ。やんのか。女になっちゃった？
また強くなっちまったか。誰か警察を呼んでください。我々はこの連中に暴力を振るわれました。帰れ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 。これで済むと思うな。今日の記憶は我々ブリーチジャパンの団結を強める。もう手加減はないからだ。ざまあ見ろ。二度と来んじゃない。ここは私たちの町よ。よくやったぞお前たち。見ててすっきりしたぞ。恩に着るぜ。ざまあ見ろっての。いい気に。死んだ人間にあんだけの悪態つかれて黙っちゃいられねえよ。でもつい手が出ちゃって迷惑かけちゃったよね。迷惑なもんかい。あれで吹っ切れて連中の本性も分かったしな。それに、それにもし警察が来ても俺らパクられる時は一緒だからな。いや久しぶりにスカッとしたよ。連中にはいつも好き放題言われてるからさ。ああ役立たずの清流会に見せてやりたかったね。よせって褒めすぎだよあんたら。いや俺は今日の件で思い知ったね。結局自分たちの身は自分たちで守んなきゃなんねんだ。ヤクザのケツ持ちなんて当てにしてられん。だよな。清流会なんかよりこの人たちの方がよっぽど頼りになるってもんだ。恩に着るぜ。あんたらがいりゃ俺からも早くしたぞ。またスカッとやっつけてくれ。